デビューになりました、まあ、そもそも今日も初のメンバー入りでしたけれども、あのメンバー入った時の気持ちはどうでした？入った時はもう嬉しかったです、普通に、はい。実際今日出ると思ってました？いや、まあ試合展開によってはチャンスがあるのかなって思ったんですけど、まあ、本当にチャンス来てデビューできてよかったです。試合出る時のこう気持ちってどんな気持ちでした？最初名前呼ばれた時嬉しかったんですけど、あのピッチの脇立った時に緊張してあんまり覚えてないです。結構3対2で逃げ切らなきゃいけないという状況でしたけれども、まあ、どういうことをこう念頭に置いてプレーしましたか？まずは守備からっていうところで、で、まあ、カウンターに行けるチャンスがあったら、まあ、そこでしっかり走ってっていう、あれまずは守備から3人でそのまま試合を終わらせるっていう意識を持って入りました。これ今日のプロデビュー誰に報告しましょう？まず親っすかね、はい、両親に報告します。とりあえずお兄ちゃんには、はい、お兄ちゃんにもで最後また応援してくれるサポーターに向けてメッセージお願いします。3連勝という形ですごいいいチームもいい雰囲気になってるんで、これからも応援よろしくお願いします。